こんばんばは高野熊でございますあそういえばちょっと前ですけれどもジャズ批評の最新号発売されましたねアニタ・オデー特集まあ高松貞治さんが、えー、どこかの動画のコメントにも書かれていた通り、まり、あ、アニタ・オデーだけではなくジュン・クリスティとかもね特集されていてまあケントン楽団のケントンガール系が好きな、まあ、白人ボーカルがね あのあたりの好きな方にとっては、もう水前の特集なのではないでしょうか、なんて思いました。そして、えー、視聴者の方でよくコメントをくださる、広瀬橋本さんもコメントというか、投稿されていましたね。読みましたよ。<laughs> さすがですね、広瀬橋本さん、目ざといというか、ちゃっかり、ちゃっかりっていうか、しっかりちゃんと投稿されていたんですね。 でも今回は、あの、あまり投稿多くなかったような気がしますけれども、気のせいでしょうか。で、次のジャズ批評の特集は、なんかジャズライブ最前線、カッコ仮、みたいな感じですね。ジャズのライブ版、まあ、最近のいいやつの、のあ、の、なんかいいのあったら聞いてみたいなと思う人がにとっては、なかなか貴重な情報源になるんじゃないかな、なんて思っております。で、えっ、ー、とですね。 チェイシン・ザ・トレーンに関しての動画を先日アップしたんですけれども、いくつかコメントをいただいておりまして、ミスター・ノブちゃんさんからはこういうコメントが来てますよ。えー、チェイシン・ザ・トレーンとは、ビデッジ・バンガードのステージ上でテナーサックスを吹きながら、右に左に動き回るコルトレーンのサックスのベル、先端に録音マイクを突きつけ、ステージ上一緒に動き回った、チェイスした、ラツワンのロ録音技師。 ルルディ・バンゲルダーから見た曲名ですよねこの命名に対しコルトレンは何も言わなかったのかなと思います。はてな。というコメントでございました。で私はあのこのようにコメントしてますね。そういえば、バンゲルダーが追いかけて録音していたというタイトルの逸話はライナーには書かれていませんでしたね。と、まあ、この動画はですね、チェイシン・ザ・トレーンが入っているあのコルトレンのライバット・ザ・ヴィレッジ・ヴァンガードの日本版に封入されていた あのライナーノーツのコピーを読んだ動画だったんですけれども、動画の解説には、Chasing t h のタイトルの由来は書かれていませんでしたねという意味の返答ですね。まあ、いいんじゃないですか。コルトレイン、あの、ほら、トレーンって多分電車と引っ掛けやすい言葉なのね。ほら、ブルートレインみたいな感じで。だから、トレイン、ブルートレインじゃないや、チェイシン・ n g the ってタイトルで、別にそんなにコルトレーンは、 あの何も思わなかったのかあるいはマイルスのように自分が出した過去の作品は聞き返さないぜみたいなタイプだったのか分かりませんけれどもまあ特にね例えば私がサックス奏者で,でまあ私も結構ねほらうろうろと落ち着きのない性格なのでいろいろステージの周りをよたよた歩き回りながらあの仮にサックスを吹いてるとするじゃないですか。 それでライブ録音ということで録音技師が私のことを追いかけてでマイクをずっとサックスの近くにあのキープしながら追いかけてそれでそのタイトルが「チェイシン・ザ・クモ」みたいなねあの名前になっても。 あ,のあれじゃないですか、雲を追いかけてみたいな感じ、な,なんか、指的でいいじゃないですか、なんて思いましたけれども、<laughs> まあ、その辺はね、コルトレンはどう感じたのか、ちょっと分かりませんけれどもね、<laughs> まあ、えー、でもこれは本当、名演ですよね、結構好きな方、多いんじゃないかなと思いますけどね。 イさんはン、まあ、ンプレッションズの方が好きと書かれてます、ねまあ、もちろんね私もインプレッションズ大好きですよ同日録音ですよね同日かどうか分かりませんけれども同じあのタイミングでヴィレッジヴァンガードでね行われたライブの録音を分散収録されているわけですよねあれもエルヴィン熱い熱いただ 私、その後に知ったんですよね、インプレッションズの方はね。しばらくは、もう、チェイシン・ザ・トレーン付けになっていて、その50枚ぐらい後にですね、まあ、あの50枚ってコルトレーンのアルバムだけじゃないですよ、ジャズね、50枚ぐらい後にですね、インプレッションズ聴いたので、もちろんですね、もうその頃は、もう、かなりもうコルトレーンのアルバムを聴いてましたし、エルビン・ジョーンズのドラミングも、様々なアルバムで、こう、ノックアウトされていたので。 そういう私が聞いてもですね、エルヴィン・ジョーンズすげえ、エルヴィン・ジョーンズすげえ、エルヴィン・ジョーンズすげえってノックアウトされていた私がさらにノックアウトされたのがインプレッションズなので、まあ、さらにエルヴィンのドラムに限っては、あの言えば結構ね、インプレッションズのドラムはさまじいものがありますよね、まあ、両方コーツつけがたい出来だと私は思っていますけれどもね、まあ、そもそもかまいちさん、インプレッションズって曲好きですからね、あの <laughs> ウェス・モンゴメリーの ライブのアルバムとかでねあのハロルド・メイバーンが確かピアノで参加しているパリのライブのバージョンなんですけれどもあれをかまいのですねオーディオで大爆音で聴いたらもう来るわ来るわ、まあ、ウエスのギターも凄まじいんですけれどもハロルド・メイバーンのピアノがもう物体としてですね音の塊としてピシャンピシャンとほっぺたを引っ叩いてくるんですよねあれには参ったねって感じ、ね、本当に硬い音本当にね 音ってすごいなと思いましたけどね物体だななんて思いました本当なんかね例えるなら、まあ、あのプラモデル作らない人は分かんないと思いますけどあのタミヤセメントの角瓶が1つの音としてどん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 ですね一音一音がタミヤの角瓶とかタミヤのエナメル塗料の瓶がバシンバシンと私の顔とか胸とか腹にこう投げ込まれてるような感触があって。 ちょっと怖いぐらいでしたね。まあ、それぐらい迫力のあるインプレッションズ。あのパリのライブね。インパリ・ザ・ディフィニティブっていうね。あの CD があるんですけれども、これはおすすめですので、皆さん聞いていただければと思いますね。あと、そうですね。結構ね、たくさんコメントいただいているんですけれども、どれにしようかな。あ、えんちゃんさんもね、あれですね、コメント。 あありりまますすね、えー、動画配信ありがとうございます本 CD は過去所有していましたドルフィーが参加してるんで購入したんだと思いますが売却したのか今はないですあらもったいないで1曲目スピリチュアルでの出だし力みまくっているブローとドラミングドルフィーのバスクラがさりげなく入ってくるのが良かったですね 実は近年、コルトレーンザコンプリート1961ビレッジヴァンガードレコーディングズ4枚組を某 Amazon で購入し、これは所有しております。あ、これ私これ狙ってるんで欲しいんだよな買っちゃおうかな。で、えー、チェイシンはそのディスク1と3に収録されております。ディスク1は11分の1の9分演奏。11の 1?11 スラッシュ1って書いてありますね。ベースがワークマン。ディスク3は11の2の15分演奏。 ベースがギャリソンということで、元々の CD 単体のチェイシンはこのディスク3のバージョンのようです。エルヴィンのパワフルなドラムがトレーンの後ろで凄まじく響いています。ディスク1のバージョンでは5スポットを彷彿させるドルフィナルトソロが入ってきますが、ディスク3では終始コールトレーンの独壇場ですね。かっこ、ちなみにディスク2にチェイシン、アナザートレーンが入っています。あ、これちょっと聞いてみたいね。 あだからやっぱり狙っていたから買っちゃおうかな。ところでトロレーンといえば、ブルートレイン、ジャイアントステップス、バラード、ラッシュライフあたりが好きですが、最近結構市場の愛にハマっています。<laughs> ということですね。で、私はこのように変身しました。私もコルトレーンのアルバムはエンちゃんさんの好みと大体一緒です。うん、バラード覗けば。<laughs> 私にとってのね、コルトレインのバラードはラッシュライフです。どっちかといえば。で、ただ、市場の愛、笑い。 私も一時期ハマっていましたが、マイルス好きのエンちゃんさんが市場の愛にハマっている姿を想像すると、なんだかいよいよ沼にハマったのかななんて思えてきます、笑い。とコメントをしたら、えー、ひろしはしさんからもコメントを来てますね。インパルスのコルトレンは、これとアフリカにとどめを刺します。市場の愛には漠然とした物足りなさを感じています。だそうですね。まあ、悪くないんだけどね、あの、市場の愛もね。特に私はレコードで言えば B 面の方が好きだったりしますけれどもね。うん このようにですねやっぱみんなこの辺りだったらコルトレーンってやっぱり前期と後期で随分とですね好みが分かれるじゃないですかあの最初からさえプレスティッジの時代からもうインターステラースペースとかライブインジャパンのインパルスのもう本当に最高期最晩年の演奏まで全部好きだという人もいますし いや,やっぱりインパルスあるいはアトランティックあたり以降のコルトレーンからが本物本領発揮でしょうコルトレーンのそれ以前は終作でしょうと思われている方もいらっしゃるかもしれませんしいやいやいや,やっぱ素朴で朴凸な歌心を満喫できるのはやっぱりプレスティジ時代のコルトレーンなんじゃないのあとブルーノートとかにもサイド面で参加しているコルトレーンだったりとかあるいはやっぱり ブルーノートの唯一のリーダー作ブルートレンがいいでしょうってこの辺りのね、まあ、あのハードバップの頃のコルトレンが大好きだという人たちも結構多いと思うんですけどむしろそっちの方が多いような気がしますけどもどうなんでしょうね私はあの後期の方がどちらかといえば好きなんですけどたださまざ、あ、まにあのジャズのファンそれぞれ人それぞれですねコルトレンのキャリアの中でこの辺が好きだってあのいういろいろ別れはするけれども このチェイシン・ザ・トレインが入ってる辺りのコルトレインだったら誰もが一番ベストに入るほど好きだっていう人は まあ、あんまりいないかもしれませんけども、まあ、ここら辺のコルトレーンはいいよって、ほとんどの人が認めるんじゃないかなと思うんですけどね、コルトレーン好きはね。もう、ビレッジヴァンガードのコルトレーンが嫌いだっていう人は、あんまり私会ったことないんでね、まあ、アゲインはいますけどね、<laughs> もっともっと過激になっちゃってるので、ビレッジヴァンガードアゲインは、結構人を選ぶかもしれませんけどもね、なんてことを思いました。ということで、あ、そうそう、ということでの前にですね、あの、ほら、 YouTube チャンネルメンバーシップっていうのを私あのね数ヶ月前から始めてるんですけれども最近ちょっと面白くなってきてですねやっぱり一般公開すると誤解を生んでしまうようなちょっとディープな話とかも結構してるんですねというか最近ディープな話ばっかりになってきちゃってるんですけれども結構ね <laughs> <laughs> いやあの本日なんですけど、たけし05063、大奮闘ですね。本当ありがとうございます。この場を借りてお礼を申し上げますね。いやたけし05063のアーカイブ力すげーわーと思いましたね。いやすごい面白かった。勉強になるななんて思いました。まあ、ちょっと有料なのでね、まあ、気になる方のみで結構なので、結構ね、 あの一般の動画だと誰もが聞けちゃうので誤解を呼んでしまいそうな内容とかはもう分けちゃおうかなと思ってですねあんまり過激とまでは言いませんけれどもちょっと誤解を生みかねないような内容に関しては最近は割とチャンネルメンバーシップの方で話すようにしてるんですねちょっと住み分け化が少しずつ進んでる感じがしますねまあ,あの一般公開前提でいつも喋ってはいるんですけどあの編集の段階で あ、これまずいんじゃねみたいなね。<laughs> ちょっとこれは喋りすぎたかなーなんていうのはあの、チャンネルメンバーシップの動画の方にアップするようにしたりとかも最近はしてるんですよ。だから結構住み分けみたいな感じ。だからまあどちらかというと、まあ、別に無難ってわけでもないんですけれども、まあ無難か <laughs>、あの、 まあ、当たり障りのないような内容は、まあ、一般公開でちょっと過激な内容が過激というかですねなんというか本中かですけれどもまあ,あの一部の、まあ、本当にねチャンネルメンバーシップに登録されている方っていうのはまあこの動画のことよく理解されている方趣旨だったりとかね私のキャラを、まあ、よくあの ご存知の方が中心だと思うので、まあ、そういう人たち相手だったら、ここまで喋ってもいいのかなっていうような内容を喋ったりとかもしているんですね。それでまあね、繰り返しちゃいますけど、05063、素晴らしいもう参ったありがとうございますって感じなんですよね。<laughs> まあ、それに対してのアンサー動画もまたちょっと後で、後でって明日になっちゃうかもしれませんけど、ちょっと作らねやなあなんて思ってですね。 なんか、すごく最近楽しいですわ。どうもありがとうございます。ということで、まあ、のこっちゃか分かんない方はですね、申し訳ありませんけれども、まあ、興味あればですね、まあ、いつでも大会できるので、まあ、1ヶ月だけでもね、ちょっとチャンネルメンバーシップに、あの、登録して覗いてみてください。まあ、興味ある方は限定なので、別に全然無理強いしていませんのでね、まあ、そこで、あの、ディープなやりとりとか、ね、よりディープなやりとりができれば面白いかな、なんて思っております。 ということで、今回は、まあ、つらつらとですねあの、コメント返し的なことをさせていただきました。また別な動画でお会いいたしましょう。さよなら。バイバイよ。